和歌山にある飯盛山の山荘にある祈祷院というところに来ておりますので、今から撮影したいと思います。急な坂で、雪もちょっと積もってたんで、バイクちょっと乗るのやめまして、ずっと山の道をひたすら歩くという、非常にしんどいですね。こっち見ちゃってんのかな。お邪魔します。祈祷院っていうことですから、まあ言えばキリスト教のところですね。勝手に見えていいのか分かんないですけど、こういう神聖な場所に。なんか休憩しようかな。よいしょ。しんど。もうだいぶ暗くなって、だいたい1時ぐらいに家を出たんですけども、気づけばもうこんな時間帯と、6時ぐらいかな。よいしょ。ここはいつまであったのかな。2006年、まだ新しいですね。もう真っ暗ですね。やっぱ暗くなってきたんで、行くのやめようかなとか思ったんですけども、割り箸やっぱ行かないとまずいなと、来た意味ないなと思いまして、よいしょ。次はこのメインですか、行こうかなと思います。よいしょ。実況とかね、そういうの苦手なんですけども、もうこれからちょっと恥ずかしいけどやっていこうかなと思います。あとはですね、車載とかも力を入れようかなと思ってまして、昨日ですかね、12月18日に動画編集ソフトを購入しまして、地道に勉強しようかなと思っております。こっちが本当の玄関の入り口かな。こっちもね、もう雪積もってて、ほらこっちの山荘の方もね行きたいんですけども、ちょっと諦めまして、この祈祷院だけでも、全て疲れた人、重い荷物を追って書いてんねよ、追っている人、私のところに来なさい、私が休ませてあげます、お願いします。では入りましょう。いや、非常にさっきは寒かったんですけども、今はだいぶ温まって、胸がバクバクしております。よいしょ。今回ね、第1弾として声をやってます。よいしょ。まだ2006年っていうことで記念のかな。祈祷院とか書いてますね。祈祷院、はい、行きましょう。失礼します。スリッパが大量にありますね。やっぱキリスト教ということで、イエス・キリストが崇められてますね。崇められてる。朝鮮語ですね。共同。ティッシュ使いそう。鼻水が出てるんで使いたいんですけども、右がちょっと降りそうなんですけど、左がちょっとまだ切れそうで、やめとこう。いや、中身は結構ね、そんなに広くはないです。はい、そんなに広くはないですね。やっぱりアピュアのピアノ、ピアノと言ったらちょっと、バイハザードのレベッカの
結構ですか。あ、鳴りますね。あ、鳴りました。ちょっと怖いんで置いておきます。いや、あんまりね、こういうのいたずらしてはいけませんけども、裏も特になさそうですね。本来ならね、こういう肝試しとかいうのはやっぱり夏とかに行くべきなんて思うんですけども、虫がね嫌いでして、やはりもう雲とか大嫌いなんですよ。こういう蜘蛛の巣とかね、本当にもう引っかかったかな、ちょっとわかんないんですけど。あ、書いてますね、日本キリスト中央教会昆虫。結構長があったんですかね、こういうところは。じゃあ帰りましょうか。ちょ、たまにちょっと日本お菓子とかありますけど、許してください。よいしょ。もう帰りもね、ちょっと大変なんですけどね。山の中をずっと登ってきたんで。一応ね、これで、今回は、初の、実況、肝なみしは終わりたいと思います。なんかね、また、コメントとか、あったら嬉しいなと思います。もうね、真っ暗ですよ。はい。では、終わりたいと思います。ありがとうございました。